おうちでエンジョイヘコマン生活。介護予防やものづくりなど楽しくちょっとためになるおうち時間の過ごし方をご紹介します。今回は頭皮マッサージの紹介をします。マッサージにより頭皮をもみほぐして柔らかくし血行を良くしましょう。最初の準備として手のひらを使って側頭部、後頭部、首を先にほぐしておくと前頭部、頭頂部付近の動きが良くなりますよ。頭皮用のクリームなどを使って絡みが絡まないようにしていきましょう。側頭部を手のひらで挟み、ゆっくりと優しく押します。こめかみあたりを手のひらで上下に動かしながら優しく押します。てっぺんに手のひらを重ね、矢印方向へ優しく押していきます。人差し指、中指、薬指で頭皮を押しながら生え際から頭頂部に向けてゆっくりと地肌を上に引き上げていきます。指先で頭中央の気持ちいいと感じる部分を1箇所3秒ほど押して離します。深呼吸してリラックスしながらやりましょう。1から4はそれぞれ3回から5回くらいが目安です。目の疲れや顔のたるみにも効果があるようです。ぜひやってみてください。今回ご紹介した内容は松山市社会福祉協議会のホームページでご覧いただけます。ぜひアクセスしてみてください。おうちでエンジョイヘコマン生活、次回もお楽しみに。